そりゃひどいな。俺も最悪な日だと思ってたが、あの野郎普通じゃないと思ってたんだ。最悪のかさ、あのじじい何だったんだ。絡まれた、絡まれた。あいつに絡まれたの。文句言い始めたから爆買いしてやったのさ、黙らせるためにな。まあ田舎っぽい。いや万引きしてなくてよかったわ。じゃありえない。地元を離れたことがないんだ。退屈だけど。でもお前はまだ若い、時間もある。これからも旅するといい。旅はそういう気づきをくれるからな。くれすぎることもね。はい、落ちます。おやすみ。まあそんなことはいいさ。旅してればいい奴らにも必ず出会える。何か隠してるな。気づかないと思うなよ。嘘だろ。ダニエル、ダニエル、それダメよ。助けたんだよ。僕らヒーローだよ。あ、もう連れてきちゃったからな。そうかもな。で、名前はどうしようか。嘘だろ、犬かい。いや、お前の犬だ。お前が決めろ。やった。マッシュルーム。茶色いやつにそっくりだしね。ああいいな。女の子っぽくねえけど。いいじゃん、きっと喜んでるよ、絶対に。わかったよ、それで決まり。前に貼ってる柴犬のステッカーの面白画像の柴犬じゃん。ありがとうお兄ちゃん。マッシュルーム、どう？最高の名前でしょ。すごい、歴史的瞬間に立ち会った気分だ。これでお前たちも立派な旅人になれるぞ。いつからこういう生活してるの？手短に話そうか。俺の家は仮面家族だった。まあ金はあったが、卒業後に家出して、それからずっとこの生活だ。今やってるのは雑誌やサイトのライター、ラジオ配信、でも世の中を良くしたいんだなんてな。すごい政治的なんだ。政治と切り離せるものなんてないさ。なんかかっこいいな。でも寂しさみたいの感じない？一人でいるからって孤独とは限らないさ。まあいろんな人に会えるだろうし。ああ、妻はじきにされた奴らにな。まあとにかく皮肉屋にはならないようにしてるよ。俺の家族みたいにはなりたくないからな。人って究極的には支え合う生き物だろ。まあ俺らも助けられたし、ありがとう本当に。弟くん寝ちまったみたいだな。ああ、いつも車で寝るんだよな。お前も眠けりゃ寝ていいんだぞ。俺のことは気にすんな。本当に疲れてない？いや俺はこの時間に運転するのが好きなんだ。夜の旅はなんていうか神秘的だ。いや寝んの怖え、寝んの怖いぞショーン。
ダニエル可愛いからな。いや怖い。見てみろよ。 よかった、いいやつだった。ごめんな。オレゴンって世界の果てみたいだ。うん、アルカディアベイじゃない。なあショーン、アルカディアベイじゃ。実はシアトルで何があったか知ってるんだ。知ってんだ。話してみないか。ちゃんと聞くぞ。無理にとは言わんが。いや今のアルカディアベイだよな、絶対。灯台もあったし。よくわからないんだ。何が起きたのか。いや、全部俺のせいだにしとくか。全部俺のせいだ。ダニエルは遊びたがってたのに。追っ払っちゃって、それで外で隣の野郎に絡まれて喧嘩になったから、父さんが助けに来て警察も来て、目の前で父さんを。全部俺のせいなんだ。俺がダニエルと遊んでさえいれば父さんは死ななかった。おかげで二人きりだ。俺のせいで。ダニエル聞いてないよな。ショーン、落ち着け。深呼吸しろ。なあ、自分を責めるな。すべてを思い通りになんて誰にもできない。この世のすべてに責任を感じる必要なんてないのさ。お前は大丈夫だよ。どこが？どこが？地元に帰りたいよ。ここくらい退屈な町でも友達がいた。アルカディアベイは本当ここ家も退屈ってイメージあるな。文句ばっかり言ってたけど全部失った。アルカディアベイ犠牲にしてたらここ映んなかったんじゃない？かもしれないが、それは過去だ。過去を顧みる時間はないぞ。うわー深い。それにお前たちなら大丈夫だ。なんで？まだ分からんかもしれんが、お前たちが強い絆で結ばれてるからさ。それは何よりも尊いものだ。何があったのか話してないんだろ、ショーン。遅かれ早かれ話した方がいいぞ。いや俺もそう思うわ。分かってる。でもタイミングが難しくて。悪いことは言わん。伝えるなら早い方がいい。うん、次の機会には必ず。ただ簡単にはいかない。これからどうするんだ？どこに向かう？そうだな、まずはとにかくこの国から出てく。
メキシコに行くよ。そりゃ長旅になりそうだな。戻るべきかな。シアトルに説明してみるべきかもしれない。あの時のこと。正しいと思うことをすればいいさ。メキシコに行くのが正解だとお前が感じたならそれでいい。いやでもそれが正しい決断だ。国境を渡んの厳しいぞ。親戚いるんだろ。多分アメリカに頼れる人はいない。じいちゃんばあちゃんがいるくらいだし。お母さんは？あの人は全然関係ないし。でも海沿いの町に土地を持ってるって父さんがいつも言ってたんだ。プエルトロボス。いい名前だな。素敵なところ。お母さんってメキシコ？つまりまだまだ先は長いってことだな。じゃあおしゃべりはこれくらいにして出発しようか。こいつが一番危ないけどな、このメガネが。アルカディアベイだ、やっぱほら。アルカディアベイ。さて、少し走ったらモーテルに着く。そこでさよならだ。しばらく二人でゆっくりするといい。いやだからアルカディアベイを犠牲にしてたら、あそこが多分なんか荒れ果てた地になってたんだよ。パシフィックハーバー。指輪もないのに。マッシュルーム、僕とショーンを捕まえてみな。あ、俺はいい。おいで、鬼ごっこだよ。いて。犬分の飯とかも金かかるぞ。砂の城、はかないな。200円。携帯充電させてほしいな。ブロディのおかげで助かった。あの人がいなかったら今頃。また子供らしくなってよかった。なんて言おう。なあ、取ってこいして遊ぼうぜ。本当にやろう。俺がお手本見せてやるよ。いいか。うん、いいけど次は僕だよ。分かってる。よし行くぞ。すぐやる気なくすこいつ。ほい。よしマッシュルーム、頑張れ。さあ取ってこい。あれ、遠く行っちゃった。あ、偉い。かわいい。いい子だ。フリスビーが欲しい。フリスビーあったよ。ブロディが持ってるよ。おお、なんか見っけたな。サメ倒したのか。お前ハンターだな。すごいよね。次は僕に投げてほしいってさ。ダニエルにはパス。わかったよ。やった、この子の実力見ててね。ああ、遠くには投げるなよ。うん、わかった。約束するよ。おいでマッシュルーム。ほら、これ取ってくるんだよ。行け。仲良くやってるみたいだな。子供はこうじゃなきゃ。さて、部屋を取ってきたぞ。え、マジで。
気にするな、大したことじゃない。まあ、俺もこの生活始めた頃は苦労した。でも、知らない奴に救われたんだ。ありがとう。今度は俺の番ってわけさ。あの部屋だ。なるほど。2階のな。10号室だぞ。うわ、ありがてえ。脅すつもりはないんだが、でもな、これからは今までの倍気をつけろ。一言だから言えるのかもしれないが、携帯は捨てた方がいい。え？本当に？いるならプリペイドを使え。いいな。なあ、ショーン。ダニエルと話せ。あの子には。ブロディ、もう行っちゃうの？やだ。すまんな。だが、その前にブロディサンタからプレゼントだ。じゃーん。いや、違うな。ほっほっほ。素直に受け取ってくれよ。断るなら捨ててくからな。わかった。もらうよ。ありがとう。いいね。ほら、これはお前んだ。お下がりね。待ちな。まだあるんだ。初めての旅から持ってるものだ。安全のお守りだよ。お前にやろう。すごい。これってこの子につけても大丈夫かな。僕らの番犬ってことでさ。もちろん。もうお前のもんだしな。こいつ嫌すぎる。さてと、また放浪の旅に戻るよ。おい、そんな顔すんな。ブログから連絡取れるからよ。トライブコールドウェストだ。ま、できる時にコメントしてくれよ。いいな。わかった。ほんと助かった。おー、兄弟よ。ブロディかっけーな。もっと一緒にいたかった。俺もさ。多分後でもっといい別れの言葉を思いつくと思うが、とりあえず気をつけるんだぞ。寂しくなるね。だな。よし、部屋に行こうぜ。犬どうすんの？マッシュルーム、僕がついてるからね。2ドルか。プラス30。え、マジ？よし。お金も入れてくれてたの？ちょっと待ってくれよ。お前たちが寝てる間にこれを書いている。話すより書く方が得意だからな。ここで別れることになってすまない。理由を説明させてほしい。お前たちと出会った時、ちょうどユタ州に向かってる途中だった。母親がガンで余命いくばくもないんだ。どうしても会いに行かなきゃならない。どんなに関係が破綻していても家族は家族だ。心ばかりだが、リュックにありったけの現金を入れといた。ええー。お前たちの方が必要としてるからだろうから、しているだろうから。直感に従って目指すところに向かい、決して油断せず、何があっても弟を守るんだ。シアトルでの出来事については真実を教えてやるといい。痛みも分かち合うことで二人とも強くなれるはずだ。時間はかかるかもしれないが、メキシコについても心から頼れる人に会えるまでは目立たないよう一生懸命。いずれにしろ、メキシコはここよりは安全だ。お前たちにとってはな、警官が一人死んでるわけだから、現状では警察もまともに取り合ってくれないだろう。なるほどね。お前たちとはもっといい状況で出会いたかった。でも俺なりに二人の力になることができたみたいで嬉しかったよ。くれぐれも気をつけてな。安全な場所に着いたらトライブコールドベストというサイトを覗いてみてくれ。運転してないときはいつもネットにいるからな。ちょっと待ってよ。めちゃくちゃいいやつじゃん。プレイボックスあるかな。あとじゃあるかい。あのな、ここはモーテルだぞ。ホテルじゃないんだ。テレビとお湯の出るシャワーが関の山だ。いや、ブロディス、ありがてえ。見て、
洗濯もしよう。ピッカピカにしてやるから覚悟しろ。ねえ、テレビもいいとこじゃん。普通にベランダまである。あ、最高。あ、携帯充電。いやでも携帯もね、捨てろって言われてたし。こっちはどうかな。いいかも。でもテレビから遠い。こっちの僕使っていい？テレビはダメだ。ん？先生堂々じゃんけんで決める？お前が俺に勝てるわけねえけど、やるか？絶対勝つからね。パーだこの野郎。ああ。やった！僕の勝ち。勝つって知ってたけど。ドヤ顔するのも知ってたけど。トライブコールドクエストってヒップホップグループの文字。まあそうだな。降参だ。よし、風呂に入ろう。俺らくっせーしな。ダメダメ。特にそっちがね、小豚さん。あ、よかった。ホットドッグマンだ。それはどうかな、原始人。準備できたら呼ぶよ。ホットドッグマンのテレビだ。ああ、ここにいるね。そうしてくれ。おお、やった。ホットドッグマンだ。なあ。音量下げてくんね。しょうがないの。俺も好きだったな。ダニエルが夢中になるからありがたい。ホットドッグマンもね、ライフイズストレンジの時あったし。アイロン。前にアイロンかけたら穴開けちまったな。そりゃこんなの捨てるわ。安旅行の休み上げ、あるあるだな。これで掃除しろって。ホットドッグマン超有能だな。もう戻ってくることはないよ。氷無用フリー。本当にありがとうブロディ。これからも気をつけるよ。清潔なタオルだ。ダニエル王子のためにバスルームに置こう。入れるぞ。何が変わるんだよ。ショーンってば。リュックにこんなの入ってる。おい、ほら、おい、それに触んな。ほら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 、風呂に入らせよ。ダニエル、もうあとちょっとで終わりなのに。諦めろ。あったかいうちに入ってこい。分かったよ、入るから。あったかそう。でもなんであわあわにしなかったの？なあ、悪い、忘れてた。自分であわあわにしていいぞ。好きなだけ。ああ、しっかり洗え。俺の分も残しとけよ。ダニエルが風呂に入ってる間にスマホを捨てよう。さらば文明の利器。最後に連絡とかいなくていい？やばい、ライラがパニクってる。連絡しない方がいいかな。あいつを巻き込まないように。うわあ、うわあ、あいつを巻き込まないように。うわ、どうなるんだろう。ライラに電話する、ライラに電話しない、これどうなるんだ。いや、ライラにはね、連絡を返してたのよ、こいつって。ライラだけには。で、ライラは多分
言わないと思うんだよな、言わないというか多分何か役に立ってくれそう。よし、いや、これで俺ライラが関わって死んだらどうすればいいんだ。いやでも何かいいことが起きると予想して俺はライラに電話する。オオカミ？ショーン？よーライラ、本当にあんたなの？私ショーン、よかった無事なの。まあな、今モーテルにいるダニエルと。あんま自分の いるとこ言うな。あんたのこと探してるよ。お前はどうだ、大丈夫か？全然、全部めちゃくちゃ本気で心配したんだよ。警察はみんなから話聞いてるし。まるで悪夢だ、もう終わりだ。そんなこと言わないで、大丈夫だからさ、会いたいよ。戻る気はないの？そりゃ戻りたいけど、リスクがありすぎる。俺は少年院行きだろうし、ダニエルは。やめて、無実なんでしょ。私は味方だからね。いやだからそう、死ダメだ、お前を巻き込むわけにはいかない。二度と会えないみたいな言い方やめてよ、笑えないから。それが現実だ。俺だってこんなの嫌だけど仕方ないんだよ。早く電話切ろ。心の友だって言ったじゃん、それもおしまい。ごめんなライラ、世界は変わる。もう切るよ。最後に話してよかったよ。うん、捨てよ。オッケー、また。よしよし、行くぞ。アクション。ダニエル、ちょっとこっちに来なさい。何？僕何かした？プレゼント開けてないぞ。これ何？靴下に下着。これだけ？ああ、すごいだろう。俺が欲しいくらいだよ。面白くないよ。いや、面白いぞ。ほら、自分の顔見ろよ。ちょっと待って。見て、他に何か入ってる。これは？あれ、手伝おう。下着より大きいな。なんだなんだ、嘘。え、本当に新型のプレイボックス。サンタさん。こっち見るな。いい子にしてたからな。ああ、よかったな。ダニエル。これは家族共用だよな。一緒に使うんだぞ、父さんと。車を盗んでカーチェイスするやつがあるだろう。ずっとやりたかったんだ。父さん、ゲーム超下手じゃん。言ってくれるな。俺は高校のドッジボールチャンピオンだぞ。避けてみろ。うわ、ずる。プレイボックス壊さないでよ。ねえ、早速出そうよ。お父さん、ほら。よし、僕のボールだ。辛くなるわ、辛くなるわ、辛いだけだわ。こんな、うわ、よし、考えすぎるな。ただ本当のことを言えばいい。はあ、マジか。この曲覚えてる？ほら踊って。うわうわ、
そういや、ギターファイターしばらく遊んでないな。僕のがスコア上だしね。イージーモードだからだろ。こっちはハードだったんだぞ。負け惜しみだ。僕のが上手いもんね。ダニエル、そう、来てくれ。話がある。先に何か飲んでいい？喉乾いた。今すぐか。そうだ、飲んでいいって言ったし。確か。わかった。買ってくるよ。でも戻ったら話がある。いいな。わかった。大げさだな。大げさじゃないのよ。自販機ってこっちだったか。いや、さっき2ドル残しててよかったな。やばい、テレビ。ダニエル、どうなってんだ。ダニエル、落ち着け。嘘つけ。やばい。お父さん死んじゃったなんて。まずい。どうして。落ち着け。落ち着け、ダニエル、話を聞いてくれ。お父さんが死んだって知ってたんでしょ。おい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 、ダニエル、伝え方が分かんなくて。話してほしかった。信じたくなかったんだ。隠すつもりはなかった。最低。嘘。もうお兄ちゃんじゃない。そんなこと言うな。俺のせいなのは分かってる。ダニエル、分かってくれ。二人で乗り越えよう。ダニエル、頼む。やだ。大丈夫。お父さんに会いたい。話しときゃよかった、さっき。お父さんに会えるって言ってた。ごめんな。俺。もう二度と嘘つかないで。絶対に。約束しよう。もう嘘はつかない。約束だ。僕本気だからね。分かってる。俺もだ、ダニエル。僕たちだけでどうするの。いや、マジで何踊ってんだよな俺。大丈夫。大丈夫だから。何踊ってんだ俺は。パーティー行けなかったからごめん。ショーン、僕って怪物なの？お前は人間だよ。ただ少し違うだけだ。うん。これ能力に気づいた、ダニエルが。そうだな。
プエルトロボスに行かないか。父さんが育った町。うん、いいかも。心配すんなって。不可能なんてない。二人でいれば。お話しして、お父さんみたいに。ああ、わかった。でも父さんみたいにうまくないぞ。昔とても荒々しい世界に、お父さんと暮らす2匹の兄弟狼がいました。家族は幸せに暮らしていました。でもある日、狩人がお父さんの命を奪っていったのです。残された兄弟は新たな家を探さなくてはいけません。旅立った2匹は大きな森を進んでいきます。エピソード1旅立ち、どうなってくんだよこっから。最新のチョコクリスプを自分のものにして 43%。 エステバンに嘘をついた、本当のこと言った 76% だ。俺はなんてことした。エクステバンハグした 90%、 そりゃそうだよ。ビンから小銭を取らなかった 70%、 そりゃそうだよ。ダニエルをかばった 75%、 その通り。駐車場で盗みを働いた 55%、 あれは仕方なかった。誰のものでもなかったから。自ら食べ物を恵んでもらわなかった 50%、 そりゃそうだよ。ガソリンスタンドで何も盗まなかった 65% ですよ皆さん。 35% のみんなは盗んでます。ハンコを蹴り、キャンプ道具を盗んだ。ほら、あれ、キャンプ道具盗んだ、キャンプ道具盗んだ 63% だ。しかもあれ、キャンプ道具を盗むって書いてたけど、あれ、ハンクを蹴るっていうのは載ってなかったよな。あれだからみんなキャンプ道具盗むって言ったら、ハンク蹴っちゃったから、え、なんで蹴っちゃったのってなる。 63% のみんな。いやー、これどうなるんだろうな。ライラに電話をかけた。ほら、ライラに電話をかけた 61%。このゲームってここ面白いよね。ダニエルに二度と嘘をつかないと約束した 91%。9% 嘘をつかないように努力すると言った。
これめっちゃ後半響きそうだな。道しるべについて学ばなかった 3% あるんか。森で落下しなかった。あ、よかった、落下なんてあったんだ。ダニエルが森の競争に勝った34。ダニエルが森で競争しなかった。あ、水切りのやり方を覚えなかったね。ダニエルが森であなたに怒りを爆発させた。え、そんなのあったんだ。怒り爆発させなかった。ダニエルが悪くない一夜を過ごした。あ、ダニエルが木の実を食べて体調を崩したってある。あなたの、ダニエルがあなたの話に怯え悪夢を見た。21%。ほら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 、よかったんだ、俺。ダニエルがドリスの気を引かなかった。ダニエルが食事を満足に取らなかった。満足じゃなかったんか。ダニエルが何も盗まなかった。ダニエルがブロディのものを盗んだ。え、何も盗まなかった。なんか盗む世界線あったんだ。3時間かかったし、あと4時エピソード何まであるんだ。そうだ、集中しろ。わあ、もう雪じゃん。わかった、大丈夫、きっとできる。うわ、もうここまで来てる、早っ。